ようございます。8月23日水曜日朝の7時40分、ここは中国道下り西宮ナジオサービスエリアです。今日行くところは熊本、です。荷物は精密機器、大型精密機器、6台と、ケースものが16個のパレットに乗っかったものが1つということで今日も割と暑くなってます。朝から今30度ぐらいです。朝ごはんで10時50分、福山サービスエリアで給油中です。道具箱が開いてますよって言われちゃいました。昨日の夕方積み込みしてラッシングベルト出した時に閉め忘れた。まあ荷物は落ちてないけど、ゆうべ走ってくる時に土砂降りだったから雨がいっぱい入っちゃった。まあしょっちゅうやらかしてます。12時です。430、沼田パーキングエリア、吉野家。なんか雨降ってて濡れると寒いですね。どうしようかな。牛丼になりました。いただきます。
1時10分中間点呼 A ターンで出発します。ここは山川パーキングエリア430終わったので出発です。植木で降りて、あと下道で、道の駅止水を目指します。レッツゴー。午後6時20分、到着しました。休息場所、道の駅止水。こっから下ろし橋までは何分だったかな、40分ぐらい、30、40分、18キロとなってます。目的地までおよそ 18km です。32分ぐらいかかります。ということで、まあ温泉先に行こうかとも思ったけど、なんか今の時間帯は混んでるらしいので、夕飯食べてから夜遅くゆっくり行こうかなと思います。お弁当の開いとスーパーなんとかとあります。まあ、スーパーでなんか美味しいものを探して、食べようかと思います。ではしばし、まだ晩飯にも早いんでちょっとゆっくりしたいと思います。あ、ちなみに明日はもう決まっておりまして、益城からよくの埼玉岩槻バラケース300何ケースとかって書いてありましたね。なんかお菓子みたいです。軽いけど数が多いですね。はい、となっております。お腹空いたからスーパーで晩ご飯買っちゃおう。はい、買ってきました。アジのたたき2割引き、320円ぐらいですね。の消費税、久しぶりの味のと、もう一丁
チラシ、チラシ寿司、海鮮丼、トマト、ノンアルコールです。いや、見てるとあれもこれも食べたいなって思っちゃうんだけど、まあ、唐揚げとかも食べたいなと思っちゃうんだけど、海鮮丼とアジのたたきを買ったら多分他食べれなくなると思うのでやめました。食べたかったけど、これでいただきます。まず、よいしょ、よいしょ、いただきます。アジのたたき、温泉は夜の12時までは大丈夫だから時間たっぷりあります。美味しいです。美味しい。お腹いっぱいになる。これアジ食べて結構お腹いっぱいになってる。はい、いっか、ハマチ、新しいね、歯ごたえがいい。